な無事か。なんとかね。とりあえず生きてます。一体今のは何だったの？魔導法？厄介なもの。ヴィラージュ、あれ。ああ、オリジナルガルツウォークか。あれが動くということはかなりのマナが溜まったということか。あの巨人のそばにいる男、ギルモア。そうか、そういうことか。私はもうお払い箱ってことか。何をブツブツ言ってるんだ。みんなすまない、すべて私のせいなんだ。え、どういうこと？私はギルモアに送り込まれたスパイだったんだ。サルラスの進軍ルートを教えたのだって、あの飛空艇を燃やしたのだって全部私がやったんだ。私のお供に扮したギルモアの部下が見張っていたから今まで言えなかった。今日のいつ頃からか姿が見えなかったから。あんたどうして自分の婚約者を売るような真似をしたんだ。それでも男なのかい。仕方なかったんだ。ギルモアに薬漬けにされていて、定期的に薬を取らないと発狂してしまう。だけどクラレットだけは助けたかった。私がそばにいれば攻撃されないだろうから、一緒に。けれどギルモアにも切り捨てられたのね。今はそれどころじゃない。あの敵を何とかする方法を考えるんだ。そうですね、このままじゃまたあの攻撃を受けてしまいますよ。そうだよヴィラージュ、何か方法はないのかい。あいつの持つ魔導法は大気中のマナを直接打ちつける、射程の長い強力なブラストだと思ってくれ。見た通り一撃で城を破壊する威力を持つ。そんなものにどうやって立ち向かえばいいの？弱点はある。魔導法の方針に物を詰めるんだ。それでも法を打とうとすれば、行き場をなくしたマナで魔導法は壊れる。なるほどな。しかしどうしてあなたは古代兵器に詳しいんだ？それについては後で説明するからさ。本題は誰が方針に物を詰めるかだ。下手をすれば撃ち落とされる。私が行きます。エリック、薬がなければ待っているのは禁断症状による発狂死。どうせ死ぬなら最後に君を助けたいんだ。ヘリック！まだ充填は終わらんのか。まもなく完了します。ギルモア様、敵です。何？奴め、血迷ったか。早く撃ち落とせ。魔導砲、充填完了しました。撃て。魔導砲を壊されてしまったか。ギルモア様、この男まだ息がありますが。放っておけ。その傷では助かるまい。どのみち薬が切れれば発狂死するのだ。そのままじわじわと死んでいくがいい。防戦準備をするのだ。左翼隊展開完了。
右翼隊同じく完了。魔導挙兵砦全面に固定完了しました。とりあえず準備は良いな。これでいつ攻めてこられても来ました。とうとう追い詰めたわよギルモア、観念しなさい。観念するのはそっちの方だ。こっちには古代兵器魔導挙兵があるのだからな。確かに気をつけた方が良さそうだ。ミラージュに聞いたんだけど、あの方の魔導挙兵は単体でも広い攻撃範囲を持ってるって話だからね。広い攻撃範囲、魔法で言うとファイアーボールみたいなやつだね。つまり強力な魔法攻撃があると思えばいいわけですね。射程には気をつけて戦いましょう。よし、行くぞ。これでクラレットさんの理想が叶うんですね。エリック、エリックは？私の罪も償えたかな。これで安心して死ねる。しっかりしなさいよ。すぐに手当てしてあげるから。ごめんよクラレット、私がいなければもっと楽に戦えたかもしれないのにね。君の理想は素晴らしいよ。君ならきっとこの国を立て直せる。できることならこの目で見たく。エリック、誰か、誰かいないのか。何かご用ですか将軍。ランフォード閣下に会わせてもらいたい。何度来られようとも同じです。いくら将軍とはいえ会わせることは叶いません。そこをなんとか。お前は
黙ってついてきてくれ。ヴィライズ、連中は本当にここを通過するのですか？ああ、あの男の言うことが本当ならこのコースを通るはずだ。あの目つきの悪い大男の情報ですか？他に情報がない以上、少しでも可能性がある方にかけるさ。探知機の反応は？今のところはありません。まさか別の場所に向かっているのか？だとしたら。ヴィラージュ様、敵を捕捉しました。やはりここで網を張っていて正解だったな。魔導法準備整いました。よし、目標敵飛空艇、撃て。あ、何音だ？魔導法による砲撃です。魔導法だと？地上波のやつらか。避難箇所は？推進装置を避難、制御不能、制御不能。不時着したぞ。大変です、最小学科。何事だ？ランフォード元帥が地下牢から脱獄しました。ほう、裁判も待たずに脱獄とは。これで公然と処刑できるわけだ。追ってはどうなっている？過婚室の者が手引きしているらしく、南へ向かっています。何？カコンシスだと？うん、私に考えがある。しばらく泳がせておけ。はっ、はっ、承知いたしました。脱獄者をカコンシスがかくまえば、また戦争の火種ができる。面白くなりそうだ。